こんにちはーアカデミー堀秀夫ですえ今日は独自ドメインのメールを Gmail で受け取る方法と。ねえー、独自ドメインで、まあえー、輸出ビジネス用にメールアドレスを分けるか、あるいは、ね、今使っているメール、えー、そのまま使うか、ご相談を受けまして、まあ、とりあえず今の、まあ、独自ドメインのメールを、ね、そのまま Amazon、えー、輸出でも使ってもらって、後でメールが増えてきたら まあ、Gmail の機能を使うとね、えー、振り分けできたり、えー、するんで、まあそんなに、この、メールのね、えアドレスをきっちり分けなきゃいけないと、いうこともないですよってお話ししたんですけど、まあその件についてね、ちょっと補足というか、えどんな風な形で、えメール使うのか、私が使ってるのか、ちょっとご紹介します。まあ、確かにね、え独自ドメインのメールは、まあ、メールアプリを立ち上げるのが面倒で、 チェック頻度が下がります。私は Gmail に全てのメールを受け取ってます。Gmail にんじゃねえ、Gmail で全てのメールを受け取ってます。振り分けもできたり、検索機能が強力なので便利です。 これ Gmail 使ってる人はわかると思うんですけどね、あれあの要件何だったっけなって、なとりあえず Gmail のメールソフトに届いてれば、検索すればね出てくると、メールアドレスあれこれ使ってるとね、どのメールに何の連絡したかわからなくなっちゃったりするんですけど、まあ受け取りを全部 Gmail に入れちゃっておけばね検索できるんで、まあ、便利です。でまたね、パソコンを持ってなくても、スマホや iPad でメールチェックができて便利です。 で独自ドメイン、ね、の独自メールを Gmail で受け取るのがおすすめなのは次の3つのケースです。まず、外出先でもメールをチェックしたいと。ね、家のデスクトップの、ねえー、メールソフトでメール受け取りしてるとね、えー、外出先でチェックできませんからね、えー、そういうケース。また、デスクトップパソコン、ノートパソコン、スマホ、iPad、エトセータいろんな端末でメールをチェックしたいと。まあ、私なんかね、今は ノートが3台、えー、iPhone が2台、えー、スマホが1台、iPad mini が1台という感じですけど、以前はさらにこれにデスクトップがあったりね、えー、端末もあと2つぐらい多かったんで、まあ、正直メールソフトだと追い切れないというか、なんか何が何だかわかんなくなっちゃうんで、えー、Gmail を使ってました。使ってます。それと届くメールが多すぎるので、えー 迷惑メールや重要なメールを振り分けたいと。ねメールが一日に何百通というか千通を超えるメールが普通に来ますんでね、そうなると振り分け機能がないと何が何だか分からないと。全部読んでたらそれだけで一日終わっちゃうという感じなだでね、このメールが多い場合。まあ なるほど該当するねと、ぜひすぐ設定したいという方はご質問ください。えー、その、えー、登録方法をナビします。設定方法をナビします。でちなみに、まあ、こんな風にね、えー、届いたメールに返事をする際に、えー、メールアドレスを変えて、だから、このままこのメールアドレスで返事しますという形でね、選択もできます、ね。これ、昨日届いた重要なメール。お前の重要事項はポテトチップかって感じなんですけど、ね えー、春ジャガイモの新ポテトチップが、まあ、今日から発売という情報をもっかけて見逃さずに済んだ。まあもとい、えー、そんなふうに g メールで全部受け取ってます。まあ、ちなみに g メールの元々の、えー、容量は 15GB 15なんですけど、まあ、これがね、いっぱいになっちゃった場合には 100GB までアップできます。これね、えー、一つの アカウントはこの容量なんですけど、もう一個はね、え全然40何 GB 今使ってますんでね、えー、有料プランにアップグラン、アップグレードしてますけど、まあ、月250円、ね、年2000円なんで、まあ別にそんな気になる金額じゃないのかなという気がします。ね、お前は Google の回し者かって感じなんですけど、まあでもメールソフトに関してはね、 Gmail が圧倒的にやっぱり使いやすいんで、まあ、Gmail を使ってやり取りするのをお勧めします。ただ、今慣れてるやり方でね、不自由感じてないんであれば、えー、不自由出て,出てきたから設定してもね、えー、全然手遅れにはならないんで、えー、そんなに メールで悩まずにね、まずは今までで使ってもらって、まあ、将来的な発展はね、こういうふうに、えー、まとめて T メールで受け取るという形でもできますのでメールアドレスを分けちゃっても問題ないし今のままで、えー、使ってもね、受け取りメールを振り分けることも可能ですのでね、えーまあ、そんなに、まあ、メールについては悩まなくても大丈夫と、ねえー、疑問があったらいつでもご,ご質問くださいというお話です。 そんな形で、独自ドメインをメールで、えー、Gmail で受け取るということがね、可能ですし、それやると、えー、こんな風に、まあ、便利になりますというお話でした。また、設定したい、こういうことは、こういうときはどうするんだというのがあったらね、お気軽にご質問ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。